お久しぶりですね、お客さん。いらっしゃいまし。何になさいますか。綺麗どこを適当に見繕ってくれないか。すいませんね、お客さん。その手の花は品切れなんですよ。はあ？ここは花屋だろ。何があったんだか知りませんけどね、卸先の問屋さんの趣味がコロッと変わっちまってね、綺麗な花なんかとんとなくなっちまったんですよ。だからあるのは六ダミとかペンペン草とか、あ、そうだ、チューリップの球根なんかどうです。ああのな、警戒が厳重だな。よほど心当たりは泥棒が多いらしい。ここの番犬どもは屋上の散歩が大好きらしい。しかもライフルまで撃てると来てやがる。ドッグコンクールに出したら即チャンピオンだろうよ。恵んでください。酒ならなお結構だ。旦那はミノタウロスの男女に入りなさるか。でっけえネズミに気をつけなせえよ。こいつらがこの町で最も健全な生き物かもしれんな。こいつは何の配電盤だ。とにかくチェックだ。こいつの配線図のようだな。キューバ製のプラズマロックときたか。吹っ飛ばすしかないな。くそ、なんてごちゃごちゃしてやんだ。何がなんだかさっぱりわかるし。やばいな。下手するとビリッとくるぐらいじゃ済まないぜ。あと少し。ん？何の音だ？これでバッチリ盗聴 OK と来たもんだ。まったく手間かけさせやがって。これからは貴様のことをアニス嬢ちゃんって呼ばせてもらうぜ。
ID カードをお入れください。おはよう、同志ウォン。私だ、リンワンだ。生産スケジュールの遅れについての情報は私の耳にも入っている。知っての通り、我が組織はこの計画に全てをかけている。少しの遅れでも全てを無にするのだ。わかるかね？この状況を速やかに解決したまえ。以上だ。バウマットに栄光あれ。げ、まずい。アニスとのデートの約束の時間に間に合わない。このブレイド様ともあろう者が仕事に夢中になっちまったぜ。くそ、残業手当もないっちゅうのに。とはいえ、この仕事を片付けることだって必要だしな。行くべきか行かざるべきか。まったく罪作りなセリフだぜ、シェイクスピアさんよ。しかしな、このデートをすっぽかしたらアニスのやつ二度と口を聞いてくれなくなるだろうな。ウィリアム困っちゃうなんて言ってる場合じゃないしな。どうしようかな。アリス、ミスコンテストに出場するのかい？相変わらずね、フレイド。あなたとまともにデートするなんて半世紀ぶりかしらね。心優しきレディーと素晴らしき街ロサンゼルスに乾杯。本当に最高の夜になりそうね、フレイド。ほらよ、預かるチケットだ。ブレイドかい。奥のオフィスにちょっと来てくれ。ブレイド、ちゃんのやつがくたばったって耳にしたぜ。相変わらずの早耳だな、ジェイク。彼女の時みたいにひどい死に方だったらしいな。
ざまみやがるってんだ。ラーラの敵を討てたんだ。俺は心から万歳を叫ぶね。旦那、シャンパンでも豪快に開けないかい？ああ、そのことだな。例のドラゴンマフィアがドラッグを使ってとんでもねえことを始めるらしい。なんでも MTZ を大量に使う計画らしいんだが、詳しいことは知らない。しかもだぜ、ブレイド、視聴者の鼻先にある古い倉庫で生産していやがるときた。まったくふざけた話だぜ。へい、俺たちはダチじゃないか。違うかい？そうよ、詐欺師とその手下だ。トムとジェリーだってこうはいかねえぜ。何か耳に挟んだら連絡するぜ。さて、そろそろお帰りの時間じゃないかな。もう一度だけ忠告するが、俺たちの命はマジで危険なんだぜ。そっちも気をつけてくれよな。何でしょう、ミスターウォン。全ては順調にいってますな。何が順調だ、この薄のろめが。このままでは生産完了が2時間もオーバーしちまうぞ。反応炉をじゃんじゃん燃やして急がせろ。もはや反応炉はギリギリで稼働いたしております。これ以上は工場の崩壊を完全に招きます。この計画は組織にとってギャンブルなのだよ。貴様知っとるのかね。我々は何をかけているかを。そう、命だよ。命をかけているのだよ。命をかけての仕事なんて素晴らしく尊いことだと思わんかね。それとも鼻から賭けを放棄しちまうのか。どっちなんだ、この薄野郎。イエスソー、ミスターウォン、確実な生産をお約束いたします。時間はあと32時間しかないんだぞ。急げ、急ぐんだ。漢方薬を作っているわけでもなさそうだな。こんなところに堂々とドラッグの工場とは、全くロサンゼルスらしい儲けんだ。どうやら中の冷却器の電力はこの配電盤で制御されているようだな。要はこいつを吹っ飛ばせばことは済むってわけだ。
者。あの野郎の仕業か。ボスに連絡しろ。これで仕事が終わったも同然だ。あとはアニスとバーボンソーダのかけっこでもするだけさ。